トゥルーラブストーリーサマーデイズ&イエット29回目最終回、あなたの名字を入力して、ね、いよいよラストでございます。最後のキャラクターはあなたの名前を入力して、ね、誰なんだろう名前が結局わからないんだよね。あの子、田中さんだったり鈴木さんだったり佐藤さんだったりする、あの七子の子今回のタイプは俺これ最後まで取っておいたんだよ。最後に使おうと思って、今回はパーフェクト完璧な夏にしたいと思います。あの子との夏、あの子、本当名前が今回何になるかな。最初のコードを、あの子は第一校舎教室にいるとたまーに出てくるんだよね。出てくるとき出てこないときがあるから、これもまあランダム運要素なんだろうな。あと名前も運要素なんだろうな。お、教室いるねすでにいるね。お、あ、来た来た。ちょっといい？この背景の子が攻略キャラになるってすごい演出だよね。来週の日直のことなんだけど、うん、誰だっけこの子、どうかしたすごい普通の子なんだよね。ああ、日直ね、日直、日直ってうちのクラスのだよね。そうに決まってるでしょ。うん、ってことはうちのクラスの女の子、こんな子いたっけって思っちゃうのも失礼だけど、名前は、名前は私のこと分かってないでしょごめんね、今回名前なんだろう。鈴木よ、鈴木あき子、鈴木あき子、今回鈴木あき子ちゃんです。鈴木さん、そう、鈴木さんだ、今言おうと思ってたんだ。私の名前ってありがちだから覚えられなくても仕方ないわよ田中さんだっけ佐藤さんだっけって思っちゃうんだよね。あなたとは去年も同じクラスだったのに。ごめんなさい、鈴木さんね、今回は鈴木さん。私って名前からして印象薄いからねもう大丈夫、覚えたよ、もう忘れないよ。そうだった、去年同じクラスだったね , 笑ってる。日直のことは今度でいいわいやー、この普通の感じ。あ、佐藤さん、私は鈴木よ。だよね、鈴木さんだよね鈴木さん、よろしくね。この子がでもどうなっていくんだろう気にしないで。どんな話になるんだろう。今日の目標、廊下で見かけた彼女。ほう、廊下で見かけた彼女、第一校舎ですね。じゃあね、いやー、鈴木さん、佐藤さんだっけいや、鈴木さんね。でもなんかこう、今回はパーフェクト男子、パーフェクトクラスメイトな私が、この名前も覚えられない地味な彼女と恋に落ちるっていうのはなかなかこういいね。なんか、あ、なにな、鈴木さんだよ、覚えてるよ、鈴木さん左にいるもんね。はあ、うん、何何、いや、やっぱり合ってた。やっぱりってそのもしかして私の名前に自信がなかったとかごめんね、失礼だよな。そうじゃないよ。でも慣れてるから別に構わないわよ。どういう人生歩んできたのこの子慣れちゃうの。それで何か用なんでしょ。うん、用、そういえば別に用ってわけじゃ。あらら、あらら、あらら、かわいいな。あなたって変わってるわね。変わってる、まあ普通の子に比べたら変わってるかもね。ええ、他の男子なら女となんか話せるかってな感じで女子に用もなく話しかけたりしないでしょこれやっぱメタ的なあれだよね。それに変に男子と話してるだけであの二人はできてるとか噂されちゃうでしょ。そうだね、誰かに見られたら大変だからねじゃあね鈴木さんそっか、別に鈴木さんが惚れてるって感じでもないんだよね。目標達成です。お、下校イベント、鈴木さん。ああ、放課後1で帰った方が出やすいな。今帰り、もう誘えるかな鈴木さん一緒に。え、
一緒に帰れる？どうかな？え？あなたと一緒に？ダメっぽい。嫌かな？ううん、嫌なんてそんな。一緒に帰りましょう。あ、マジか。行けるのか。やった、嬉しい。鈴木さん、鈴木さん何話せばいい？今回パーフェクトだから全部レベル5なんだよね、もう。なんかでも、うん、普通の話の方がいいだろうな。普通の話。いや、まあでも、まあ世間話から入りましょう。最近動物虐待の事件って多いわよね。普通の話じゃないじゃん。なんでいきなり抵抗できない小動物を虐待するなんて、なんか闇を抱えてんのかこの子。最低ね。まあそりゃそうだけどさ、下がっちゃったし、いきなりそんな話題。学校の話題レベル5。さすが、安心しちゃうわね。 おいいじゃん。でもこの子喋り方が可愛らしいですね。なんだか何が好きなんだろう、何の情報もないんだよな。スポーツ、本、スポーツ行ってみるか。スポーツで。それっていいわね。お、良さげじゃん。まあまあか、まあ、レベル5なんで上がりやすいですね。食べ物、音楽の話。あ、でも食べ物の話いいんじゃない？好き嫌いってお母さんの好みの影響を受けちゃうわよね。ああ、確かにね。そういうもん。うちなんかだとお母さんキムチが嫌いだから食卓に並ばなかったの。へえ。だからこの間まで食べたことなかったわ。そうなんだ。それはそれで珍しいね。食べてみてどうだった？食べる前はあまりいい印象がなかったんだけど、食べてみたら結構美味しかったわ。へー、何の話やねん。普通の会話だな。いや、これなんかでもいいな、癖になってきたな、この子ちょっと。将来、あ、友達の話とかいいんじゃない？鈴木さんって仲のいい男の友達いる？え？あれ、汗。どうしてそんなこと聞くの？汗かいちゃった。なんとなく仲のいい男子は一人だけね。え、いるの誰？あなた。あら、かわいい。もう落ちた、今まで落ちたわ。だってそうでしょ、こうして一緒に帰ったりしてるじゃない。そうだよね。去年同じクラスで何の接点もなかったのに一緒に帰れるなんて。相手の話、あ、エッチな、あ、意外といいのかもな、エッチな話。レベル5だよ、しかもレベル5のエッチな話よ。これ相当なものなんじゃないの。行ってみよう。鈴木さんはあれを使ったこと。おい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 、あれって？おい、何を、人から聞いたんだけど、最初は振動が変な感じなんだ。振動？お前は捕まれ。本当に慣れてくるとそれがどんどん気持ちよくなってきてやめられなくなるらしいんだよ。何の話を。え、電動歯ブラシや。なんだおい、びっくりした、別の電動のものかと思ったよ。え、歯ブラシ。歯ブラシだよ。鈴木さん何を考えてたんだい。使ったことあるかなって。あ、はあ、そう、歯ブラシ、ね。いやらしい声で。普通の使ってるから。赤くなっちゃって、最近は安いのが売っているらしいから今度買ってあげようかなって。うん、いいんじゃないかな。いやらしい子やで。このトイムランが、あ、終わっちゃった。そりゃ終わるわ、こんな話したら。 あのさ、すごい会話したな。病気思い出しちゃった。だから先に行くわね。でもテレ鈴木さん可愛いわ。それじゃあね。ああ、終わっちゃった。ああ、いやでもね、よかったね。可愛いわ、鈴木さんの魅力がなんか分かってきた気がする。今日の目標、廊下で危ない。なんだこれ、廊下第一行者ですね。じゃあまた、歯ブラシ持って行ってあげようかね。あ、いた。鈴木さん、おはよう。ああ、おはよう。
はよう。それだけか。普通だな。普通すぎてコメントに困るな。この普通がいいんだよな。向こうから来るのは鈴木さん。うわ、おいおい、どうしたどうした、電動のものがぶつかる。とっと危なかった。うん、あれ、うん、どうしたの。どうした、君が僕にぶつかってくるんじゃないかと思って。それはないでしょう。それはないでしょう、言われちゃった。やっぱこれ恋愛ゲーム、廊下でぶつかっちゃうなんてあるある、なかなかあるもんじゃないわよ。漫画やゲームじゃあるまいし ね。森下さん言われてるよ。森下さん、それに実際にぶつかったらかなり危ないと思うわよ。でもひなちゃんとか、それにして も結構ぶつかってきた。この辺の廊下って水で濡れてて危ないわよね、篠坂さん。これ面白いね、最後にプレイすると。じゃあね、あるあるネタをめっちゃ言っていく普通の子。あーでもいいね、面白いね、目標達成。お、あ、今日も来た、下校イベント。鈴木さん、よし、今日こそちゃんと、そうなのよ、寄り道行きたいな。一緒に帰ろう、電動のものをあげるから。うん、構わないわよ。やった、鈴木さん、それじゃあ今日はちゃんと真面目に、エッチな話を振らずに行きましょう。イベント会話は特に。鈴木さんは帰るのはいつもこのぐらいの時間？ええ、だいたいそうね。部活とかやってない？なるほど。ん？やっぱ放課後1だな。放課後1で帰る方が会える気がする。世間話はちょっと前回怖い話題になっちゃったから学校の話で入ろう。この間学校で、さすが、安心しちゃうわね。どうもありがとうございます。パーフェクトでございます。それじゃあ勉強の話とかもいいかもな。塾とか家庭教師とか学校以外で勉強してる？全然。この子頭悪いのかな。友達に塾へ行ってるやつが結構いて、なんか焦っちゃうんだよね。受験に向けて勉強を始めるのは来年からね。そうだね、まだ早いよね。普通の会話。でもこの、あ、鈴木さんの趣味って何？趣味って言われてもな、特別な趣味って何もないわね。そうなんだ。読書と音楽鑑賞って感じね。あ、でも読書と音楽鑑賞、いやでもそれを聞き出せたのは大きいかも。じゃあ本の話題と音楽の話は聞くんじゃない？本の話、漫画や雑誌以外の本は読まない？それって小説なんかの活字の本？うん、小説読む。中学の頃はティーン向けの小説をよく読んでたけど。ティーン向け。最近はあんまり読んでないわね。へえ。あー、どうも、つっかかりがないな。音楽の話行こう。鈴木さんで楽譜は読めたりする？音楽の授業で習った程度ならね。あー、そっか、僕なんか全然わかんないから暗号みたいだよ。暗号っていう表現は面白いわね。あ、なんか受けたっぽい。じゃあ面白い話のレベル5よ。これなかなかなんじゃないかな。行ってみよう。前に友達の家みんなで集まった時にさ、みんな腹が減っていたんで何か買ってこようって話になったんだ。やばい、ちょっとハードル上がってんな。結局じゃんけんで負けて僕が一人に買いに行かされてさ。何を買いに行ったの？ファーストフードへ、ハンバーガー6人分。わあ、結構な量ね。そうなんだよ、安いからってみんなバカバカ注文するからとんでもない量で参ったよ。しかもお店で6人分注文した時、店員がなんて言ったと思う？なんて？こちらでお召し上がりになりますか？だってさ、あれ、ハンバーガー6人分も食べれるわけねえだろ。お、受けた。本当に？本当にって、役所間違ってない？リアル通りなんだろうけど。
うん、受けてる受けてる。あ、めっちゃ受けてるじゃん。でしょでしょ。めっちゃ受けてる。ツボだったのか。入ったね。よし、やったったな。じゃあこの流れで色っぽい話も言ってみますか。バレンタインに本命チョコをあげたことあるかい？ギリチョコならね。ギリチョコ、本当にあげたことない？うん、え、1回だけあるんだ。昔恋してたんだ。いつの話？中学3年の時。おお、それで返事は？結局返事はもらえなかったわ。ああ、そうなんだ。なんか片思いみたいな感じ。返事もらえないひどくない？ううん、いいの。その人本命だって思ってなかったみたいだし。ああ、そっか。でもさ、私もね、チョコを渡したらそれだけで満足しちゃったから、あれでよかったと思ってるわ。そっか、そんなもんかな。なんかいいね、いろんなお話が聞けて面白かった。よし、じゃあ誘う。もうマックスだからいけますよ、これきっと。寄り道、ちょっと寄り道していかないかい？うん、いいわよ。やった、なんか喜びじゃない？あ、いけそう。デパートへ行こう。デパートか、いいわよ、うん、この夏何回デパート行ったかな。結構みんなとデパート行ったよね。ここのデパートでかいんですよ。さて、何階へ行こうか。どこでもいいわよ。どこでもいい、困るな。なら、あ、でも水着売り場、それともやっぱりおもちゃ売り場の方がいいかい。あ、もういいか、そういう。じゃあ、どこだろう。でもこれ難しいな、本当に。どこだろう。水着売り場じゃない？でも夏だし、本当に水着売り場へ行こう。水着売り場？いいけど、うん、鈴木さん、あわよくば水着がと思ったけど。水着買うの？え、僕は買わないよ。あ、そうなんだ。うん、あのさ、水着の試着してみない？え、私が？ぜひぜひ。ほら、これなんか似合うと思うよ。ひなちゃんなんかスッと着てくれたよ。今は水着買う予定もないし。うん、そう、残念。なんか押し付けただけみたいになっちゃった。ちょっと調子に乗りすぎた。あー、水着売り場はじゃあ間違ってたのかな。うん、いやでもなんかほんと癖になってくる、この普通っぽさ。でも普通普通って言うけど、トゥルーラブストーリーってもともとこう、なんだろうな、多分コンセプトとして普通の女の子と恋をするみたいなものが確実にあると思うから、そういう意味じゃ鈴木さんすごい、そのなんか土直球に普通だから、めっちゃトゥルーラブよね。今日の目標、あ、なんだこれ、住宅街って。住宅街、ああ、じゃあ放課後ですね。住宅街で何をしているんだ、あの子。やっぱりちょっと意外と行動が読めないんだよな。放課後、あれ結構遅い時間なんだ。すっかり遅くなってしまった。お、私服の鈴木さん、こんな夜中に何をしているの。鈴木さん、なんだ、可愛らしいね、すごく。びっくりしちゃった。うん、雰囲気変わるな、私服って。ごめん、こんな時間にどこに行くの。ちょっとコンビニまで行く途中。へえ。暑いからアイスを買いにね。そうなんだ。あなたは？うん、今帰りなんだ。ちょっと寄り道していたから。女の子の一人歩きは物騒だから、よかったら僕が家まで。じゃあね。あー、ダメだ。ダメなの。送ってあげようか。あ、いない。まあまあ、なかなかね。そっか、帰ろう。ついていくことはできないのか。今日の目標、鈴木さんのスクールスクビズ、スクミズ姿を見よう。鈴木さんのスクミズか。なんかでも、ドキドキしちゃうね。こういうクラスメイトの、ああ、さ、スクミズ。おはよう。おはよう。鈴木さん、今日もいい天気だね。すがすがしいわね。
あ、でもこういう会話がちょっとできてきてるから、まあ多少は仲良くなれてきているんだろうな。お、下校イベント来た。あれでもまだスクイーズ姿見てないよ。佐藤さんじゃない、いや鈴木さん、すで間違えちゃったよ。鈴木さん、姿見えたから声をかけたんだけど、これから帰るところ。お、そっちから。そうだよ、それなら一緒に帰らない。もちろんでございます、一緒に帰ろう。よかった、じゃあ行こうか。やった。じゃあここでもやっぱそうだな、いろんな話を聞きつつ誘っちゃいたいな。イベント会話はなし、勉強の学校の話がやっぱいいんじゃないかな。鈴木さんって中学の時何か部活やってた？ええ、天文部に入ってたわ。天文部？ちょっと意外だな。そういうの好きなんだ、星。違うの、友達に一緒に入ろうって言われたから入っただけなの。でもちゃんと部活はやっていたんでしょ？半分くらいかな。半分くらい、そうなんだ。じゃあ、遊びの話題。遊びでさ、それっていいわね。お、ママか。意外とやっぱ会話が出ない時の方がゲージの上がりはいいんだよね。流行の話とかどう？今流行ってるらしいんだけど。うんうん、私もそう思うわ。お、やった、とてもいい感じ。ぐいっと一気に上がって、将来の話。将来のことって何か考えてる？具体的には何も。そうか。終わっちゃったよ。じゃあ相手の話。鈴木さんは遊びに行くとしたらどんなところに遊びに行きたい？遊びに行くとしたら？そうね、海外旅行に行ってみたいわ。そういう話？海外？私飛行機に乗ったことないから、一度乗ってみたくって、もっと身近なところで。あなたは飛行機に乗ったことある？この子マイペースだな。結構僕もないよ。乗ってみたいわよね。なんかデートのね話でも聞けるかと思ったけど、海外か。色っぽい話、あ、褒めようかな。褒める。鈴木さんって褒めた？やだ、そんなことないわよ。かわいい、お世辞じゃないって。もう上手なんだから。赤くなっちゃってんぜ。バッチリ、よし、マックス入った。ここで行きましょう、誘う。寄り道行けんじゃないかな。やっぱさすがあれだね、パーフェクトなだけあって誘いやすいわ。うん、いいわよ。やった、寄り道行きましょう。商店街か、今日は。いいわね。よし、じゃあ行こう。これでまた商店街のどこに行くかみたいな。どこにいる？あ、聞かれる、やっぱり。そうだな、コンビニはだって夜行ってたもんね。本屋を覗こうか。行きたいところある？ゲーセン。難しい。どうしようかな。行きたいとこあるって聞いてみようかな。お腹空かない？ほう、そうだね、ちょっと空いてる。ならコロッケ食べようよ。出来たてのコロッケ、すっごく美味しいのよ。コロッケ好きなんだ。どこで売っているの？この先のお肉屋さん。あ、でもなんかいいね、寄り道でクラスメイトの女の子と一緒に帰り道コロッケを買うっていう。鈴木さんおすすめのコロッケを食べた。サクサクしてすごく美味しかった。普通だな。いいな、普通感が最高。お、来た、鈴木さん、すくみず。どうしたの？やっぱちょっと恥ずかしいの、なんとなく。鈴木さん、鈴木さん、鈴木さんの水着姿。あの、
私着替えるから。確かに、でもなんか本当クラスメイトって感じ。なんかよくわかんないけど、クラスメイトの水着姿って感じだよね。じゃあね。いやでもテレ鈴木さん本当かわいいな。今日の目標、商店街で。何何、今度は商店街で。なんかメタ的なことをまた言われるのかな。どうなんだろうな。放課後、さあ商店街に。あそこにいるのは鈴木さん。鈴木さん、この子 CG 立ち絵しかないのかな。何か買ったの。わかる。うん、なんだか嬉しそうだからね。またコロッケじゃない。お小遣いが出たから CD 買ったの。ずっと欲しかったんだ。何の。早速帰って聞かなきゃ。帰り道に CD を買う女学生、普通だな。じゃあね。でそれだけか。もう結構でも何気に進んできてるはずなんだけど、未だにね、恋愛のレの字も出てこない。あ、そうだよね、もう終盤だよね。終わりの風鈴が鳴ってるもん。お、下校イベント。鈴木さん、今帰るところ。はい、一緒に帰ろうよ。鈴木さんも、ちょうどね。それじゃあね、一緒に帰りましょう。もちろんでございます。今日もじゃあ寄り道誘えるように。やった、じゃあ行きましょう。そういうお話を振ってみようかな。この子恋してんのかな、どうなんだろう、読めないよな。学校の話から入って、この間学校で。へー、さすが、感心しちゃうわね。感心いただいたよ、バッチリだ。これでグイッと上がったんで、本の話がいいかな。漫画や雑誌以外の本は読まないのっていう話をしつつ、流行の話、今流行ってるらしいんだけど。私もそう思うわ。おう、あ、めっちゃいいじゃん。もう一押しって感じだな。相手の話、あ、見つめようかな。見つめてみる。 G、 沈黙がいいな、吐息がいいな。困惑がいいな。もうこの子、あ、もうこれでマックスいけんじゃないですか。誘う、寄り道いけるでしょう。めっちゃスピーディーに決まったな。ちょっと寄り道していかないかい。うん、いいわよ。やった。どこへ行くつもり。どこがいいですかね。どうしようかな。河原へ行ってみない。河原いいね。そうしよう。後藤さん走ってんじゃない。じゃあ行こう。河原か。はあ、風が気持ちいい。本当気持ちいいね。私この場所大好きなの。へえ、そうなんだ。僕も好きだな、小さい頃の遊び場だしね。昔はここに寝転がって空をずっと眺めていたね。昔みたいに寝転がってみる、寝転がってみなよという、これは自分が寝転がる方がいいんじゃない。よし、無邪気さ。あここに来て CG、 これ見えちゃう、見えちゃう。鈴木さん、ちょっとおパンツが、おパンツが、こんなとこにドスケベイベント隠れてたよこれ。もうエッチなんだから。エッチなんだから。私も寝転がっちゃおうっと。確かに確信犯的に寝転がったね今ね。よしっつって。うわ、パンツのぞこうとしちゃった。いいわね。そうだね。こうやって流れる雲を見ていると、空と自分が一体化したような気分になるんだって。さっきまでパンツのぞいてた弟は思えない発言。わかるわ、その気持ち。こうして二人で寝転がりながら夕暮れの空をずっと眺めていた。
あーでもいい空気になってきたね。今日の目標を、ん？休み時間に見た彼女、そして僕は。お、なんか意味深な感じなのが来ましたね。ちょっと物語が動きそうだぞ。教室に、あれ？いないな、右に。トイレ、トイレ。ん？え？誰？先生？先生、なんかすごいね。おっぱい先生だね。先生の手伝いをしている。清太郎がなんか写真撮ろうとしてた先生ってこの人だろうな。このおっぱいは。なんで鈴木さんのことがこんなに気になるんだろう。俺が惚れるのか。いやでも特別可愛いってわけじゃないし、これといった特徴があるわけじゃなく、ごく普通。そこがいいのか。目覚めたね、ついに俺。一緒にいて安心するっていうか、なんていうか。って、トイレ、トイレ。おー、恋始まったんじゃないか？今日の目標、あー、ラストですね。鈴木さんとデートをしよう。もうね、普通の子がやっぱ一番ですよ。ねえ、清太郎。クラスメイトにこんなにね、原石、可愛さの原石みたいな子がいるんだぜ、清太郎。お、来ましたね、下校イベント。よし、ここでデート誘っちゃうぞ。もう鈴木さんに夢中だぞ。ええ、ちょうどね。ねえ、それじゃあ、一緒に帰りましょう。もちろんです。一緒に帰ろう。やった、じゃあ、行きましょう。デートってどこ行くんだろう、この子。ただこっちが惚れてても鈴木さんがどう思ってるのかね。学校の話題。この間学校で、さすが感心しちゃうわね。おお、いいね、感心出たね、バッチリだ。本の話、小説の話をして、食べ物の話。好き嫌いってお母さんの好みの影響を受けちゃうわよね。あ、この話ですね。キムチが食べれなかったと。どうしよう。友達の話。鈴木さんって仲のいい男の友達。あ、まだこの話か。はい。もう一個グイッと。やっぱ褒める、見つめる、手を、あ、手握ってみる？いけるかな？時々破裂しないかな？行ってみよう！ギュー！お、どうよ？鈴木さんも握り返してきた。これすごいな。もう付き合ってるよ、これ。これ握り返してきて、二人で下校で手握って。ああ、これででも完璧ですね。今度の日曜日遊びに行こうよ。遊びに？二人で？二人っきりですよ。そう。ならデパート行かない？またかよ。デパート行ったじゃん。でもいいよ、行くよ。ならいいわよ。ならいいわよ。やった。じゃあ日曜日駅前で待ち合わせで OK。わかった。駅前に10時ね。今から楽しみだわ。やったね。やったね。デート決定。日曜日、さあいよいよデートでございますよ。僕の気持ちを伝えるんだ。僕鈴木さんに惚れちゃったからね。デパート行くっつってたけど、デパートになんか欲しいのあるのかな。時間ぴったりだ。鈴木さんはあそこに。鈴木さん、おはよう。どんな人を振り向きそうだな。あ、やっぱこの私服いいよね、似合ってる。おはよう。待った、今来たところだから。そっか。ん、その服かわいいね。汗かいてない？そんなに暑い？そう言いながら早くに着てたんじゃないの。これはまあ無難に、その服かわいいねが一番でしょ。あ、もう結構ハート溜まってんだ。でさらに入ってハート4つ。その服かわいいね。本当に似合ってる？実際すごく似合ってるよ、バッチリ。気に入ってもらえてよかった。この地味めな色合いが似合うんだろうな。さあ行きましょう。地味って言ったら失礼だけど、
行こう。さてさて、デパートですよ。このデパートにも思い出がいっぱいだわ。ここは涼しいわね。うん、そうだね。何階へ行こうか、ね、ちょっと見たいのがあるんだけど、いいかな。なになに。いいよ。何階？洋服？7階。7階って何があるんだ。おもちゃ売り場？電動？そうなんだけど電動はもういいっつんだよ。おもちゃ売り場に何しに行くの。え、そんなことないよ。いいよ、どうせなら水着売り場へ行くわ。あ、でもそっか、おもちゃ売り場が正解だったのかな。あのいつしかの寄り道で行った時。そんなことないよ、いいよがいいよね、うん、よかった。あれ、じゃあ行きましょう。おもちゃ、これこれ。何これ。俺が見たかったんだ。アイボみたいなやつか。この間テレビで見て、実物を見てみたかったの、うん、あこれ右にあるプラも面白いですね。棚に入ってるやつ、ザコ、グホ、ドマ、ズ、ズム。かわいいな。こんなペット欲しいな。これ犬？これって値段がすごく高いよ。これって何の動物？やっぱり本物の方がいいね。いや、これはないでしょ。ん？何の動物って聞いてみようか。あれ、ハート動かず。フォッサム型ペットロボットよ。なんて？フォッサム？フォッサムって何？オーストラリアにいる動物よ。うわ、こっち向いてんじゃん。怖っ。オーストラリアにいる動物。これ欲しいの？ポッサムってネズミ？リス？それとも猫？さあ、何かしらね。わかんないんだ。謎だわ、ポッサム、なんだろう。と、デパートを上から順に見て回ったのだった。何も買わなかったけど。いや、でも楽しいんじゃないですか、そういうのも。はあ、いろいろ見られて楽しかったね。そうだね、満喫したね。ちょっとハートをあげたいな。ちょっと喉渇かない？そうね、どこかでお茶しましょう。喉カラカラだったの。選んでいけばいいか。生き返る。そっか、ははは。ねえねえ、あなたって普段休みの日何してるの、うん、普段休みの日家でのんびりしてる。掃除とか洗濯、友達と遊びに行ったりしてないもんね。実際のんびりしてるからのんびりでいいんじゃない。これが合いそうだし、おお入った。そうなんだ。家でのんびりしてるよ。家でのんびり何してるの。それは言えないよ。言えないようなことだよ。じゃあ私と大体一緒ね。マジか、そうなんだ。家で暇しているようならまた一緒に遊びに行こう。うん、おお、普通だな。と普通のお茶をしたのであった。うん、でも選択肢1個しかなかった。さて、どうしようか。はいはい。あなたの家行っちゃダメ。え、家？うち行くんの、うん、ダメかな、この流れで。おう、別に構わないけど。本当に？やった。え、今うちは誰もいないのかな。ちょっと見つかると厄介なのがいるよ、一人。僕の家はこの先だよ。なんだかドキドキしちゃう。ドキドキしちゃうね。鈴木さんうち来るとは思わなかった。そんなに大したところじゃないって。ここがあなたの家なのね。そうだよ。さあどうぞ。今家に誰もいないんだ。ちょっと待っててね。どれだろう。でも素直に招き入れようか。さあどうぞ。うん、あれ、お邪魔します。増えるかと思ったんだけど、でも誰もいないんだね。じゃあ部屋でちょっと待っててね。何か飲み物持ってくる。うん。この子がうちにいるの変な感じするわ。ふう、女の子は僕の部屋に遊びに来るなんてドキドキする。ひなちゃんの時もね。ただいまー。あー、しまった。厄介なのが帰ってきた。ここで来るのか、ルリね。部活だったのか。そうよ。やばいじゃん、女の子家に連れてるところなんて見られちゃったら。
何言われるか。気が利くわね。あ、いや、この飲み物は、これは違うんだ。今友達が来てて。女の子？あ、鋭い。違うよ。バカ、隠したって玄関の靴を見ればバレバレじゃない。そっか、そうだよね、靴あるもんね。とにかく邪魔をするな。しないわよそんなこと。あ、ちょっと様子を見に行くかもしれないけどね。いや、それが邪魔なんだよ。やめろよそういうことは。ルリネ、しまったな。まったく、お待たせ。部屋にいるよ、すげえ。ありがとう。鈴木さんが部屋に。話し声が聞こえたけど。あ、聞こえちゃった？姉貴が帰ってきたんだよ。そうなんだ、お姉さんが。うん、ルリ姉さえいなければ。いなければ何したつもりなんだ俺。あそこにあるのアルバムでしょ。危ねえな。見せてくれない？アルバム、みんなアルバム見たがるね。ひなちゃんもそうだった。うん、いいよ。不利のなる中、二人でアルバムを見ていろいろ話したのだった。昔の写真を見られるのってなんだか恥ずかしい。好きな人のアルバムは見たいものなのかな。ルリ姉に邪魔されなくてよかった。おお、ナイス。それじゃあお邪魔しました。え、帰っちゃう？大したお構いもしませんで。ありがとう、楽しかったわ。いや、まだ本題が残ってるんだけど。僕も楽しかったよ。じゃあさようなら。あれあれ。この子、あー、途中まで送るよ。今日のことはみんなには内緒に。やましい、やましい気持ちだな。いや、これは途中まで送るよ。だよ絶対。入った。うん、うん、ここで帰られるのはちょっとまずい。神社に来ました。ここは静かね。そうだね。今日はありがとう。行くか。男の子と二人きりで遊びに行ってたなんて嘘みたい。あのさ、一気に行くか。聞いてほしいことがあるんだ。お、何？入ったね、スイッチ入ったね。僕は君のことを、君の話なんだ。だから、信じられない。信じられない。え、あなたの気持ちすごく嬉しい。うん、じゃあ僕と。でも。でも少し考えさせてくれないかな。あれ、考えさせてくれないか。ここで同じ時間に。うん、返事はその時。明日ですか。え、うん、わかった。じゃあね。保留初めて。これって、え、大丈夫なのか。返事は明日。どうなるんだろう。うわー、ドキドキのまま家帰ってきちゃった。これ寝れないよね夜。マジか、明日。あ、明日でも学校だよ。月曜日だもんね。結局ほとんど眠れなかった。鈴木さん、なんて返事をしてくれるんだろう。あの感じだと OK だったらその場で返事をしてくれる。あ、ってことは。やっぱりだね。同じクラスだから気まずくならないように断り方を考えている。うわ、めっちゃネガティブになってきた。告白したのは早まった。でも昨日のデートはいい感じだった。ダメだ。考えたってわかんない。こんな展開初めてですね。おはよう。いや、お前かい。聖太郎。おはよう。あ、どうかしたのか。これ、あれですね。最後の最後にルリネーと聖太郎が出てくるっていう、ちょっとしたサービスなのかな。なんでもないよ。ちょっと寝不足なんだ。何か悩み事か。よし、俺が相談に乗ってやろう。いや、お前に乗ってもらわなくても。いや、でも聖太郎いいやつだからな。この経験豊富な俺がどんな悩みでも一発で解決。うん、間に合っているからいいよ。もしかして女か。あ、バレた。うるさいな。いいって言ってるだろ。わかったわかった。
だがこれだけは言っておく。もしも困ったことになったら、何この俺が興味本位で聞いてやる。だから、ああ、でも言い方はあれだけどいいやつだな。さらばだ、さらばだ。いいやつだなお前。いや、聖太郎は本当に憎めない男キャラでしたね。さあ、教室に来ました。鈴木さんとか合わせたらどんな顔をするんだろう。これさ、気まずいよね。鈴木さん、あ、鈴木さん、おはよう。いやー、この空気感すごいな。告白保留のままのクラスメイトか。これは気まずいな。え、これ行動、あ、いや、行動はない。一日学校過ごしいの。そしてあっという間に授業は終わり。さあ、そろそろ行くか。ああ、神社に。もうドキドキしてきた。なんだか死刑宣告を待っているみたいだ。いや、そんなダメ決定ではないでしょう、きっと彼女は。でも、あ、着いちゃったよ。いよいよだ。彼女もう来ているのかな。なんかこれ新鮮だな。鈴木さんはまだなのか。来た。鈴木さん待った。ううん、さっき来たところだから。この空気よ、なんだか変な感じがするね。今朝はごめんね、なんだか恥ずかしくって。ああ、そうだよね。うん、こちらこそ申し訳ない。夏だな。あのね、来た。さあ、どうなるか。昨日の話なんだけど。めちゃくちゃ可愛いなこの子、改めて見ると。はい。その、なんて言ったらいいか、私信じられなくて。私のこと好きって言ってくれる男の子が現れるなんて。ほら、私ってすっごく普通じゃない。特徴がないっていうか、地味っていうか。名前もありがちで覚えてもらえなかったり。勉強や運動が飛び抜けてできるわけじゃなくて。いや、その普通っぽさがすごい良かったよ。ほとんど目立たない存在で。そんなことないよ。僕は君のことをずっと見てたから。いや、お前最近だろ、うん、この1ヶ月ぐらいだろ。私もあなたのこと見てた。え、ずっと見てた。え、嘘？鈴木さん、じゃあ君も、うん、気づかなかった。この子恋してたんだ。私なんか相手にしてもらえないんじゃないかって思ってた。そんなことあるもんか。うん、私もあなたのこと好きです。おお。よかったら両思いだった。私と付き合ってください。すげえ、結ばれたよ。もちろん OK だよ。こんながっつり両手で抱きしめたよ。ちょっと苦しいよ。おお、苦しいよで終わってったよ。あ、そう。いや、でも鈴木さんの変化には気づかなかったね。やっぱすごくマイペースな子なんだろうな。うん、それかもうやっぱ本当に普通だから。普通というか、まあリアルなんだよね。リアリティが良かったですね。以上、鈴木さんエンディングでございます。ありがとうございました。というわけで、トゥルーラブストーリーサマーデイズ&イエット、ひなちゃん、神谷さん、篠坂さん、キリアさん、有森さん、ヤコ、ルリネ、そして鈴木さん、全員攻略。おめでとう、ありがとう。以上、夏の日々でございました。いやー、超名作でしたねこのゲームね。
その今までのトゥルーラブストーリーやってきて、そのシリーズに負けず劣らず、よかったサマーデイズ。最初はあのトゥルーラブストーリーのこの絵柄がちょっとこう変わっちゃったからどうなのかななんて思ってたんだけど、やり始めてみたら全然そんなのも気にならないぐらいすごい楽しくて、で楽しかったもんで、なのでちょっとあの、次にやるゲーム、このゲームもやりたいなっていうものをもう購入してみたんですけども、君キス、そして甘神、こちらの2つプレイステーション2のソフトをですね購入してみました。やっぱそれら、君キス甘神っていうラインもこのサマーデイズと同じ制作なのかな。まあ言うならばトゥルーラブストーリーの血が流れている作品っていうことで、ちょっとねそっちも気になったんで、ちょっと引き続きプレイしてみたいなと思いますよ。あ、でもその前にファンディスクがあるんだ。トゥルーラブストーリーファンディスク、そうだ、岬が待ってる、ラスボス岬が待っている。夏はまだまだ終わらないわけでございますね。以上です。最後ですので、引き続きエンディング曲お聴きください。フィンでございます。いやー、フィンでございますわ。本当にめっちゃ良かったなこのゲーム。で、鈴木さんかわいい。鈴木さん、あ、エピローグあるんだ。私みたいな普通の子にこんな出来事が起こったなんて今でも信じられない。うちの学校のカップル率は 10% に満たないらしいから、私はもう普通の子じゃないのかな。普通、いや普通だよ。でもいいと思う。おー、いいじゃん。何にしてもこの幸せがずっといつまでも続くことを願いたい。爽やかでいいね。続くよね。続きます。夏の日々はまだまだ続く。というわけで以上、トゥルーラブストーリーサマーデイズ&イエットでございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。
鈴木さんもお幸せに、そして、最後まで、ご視聴いただきまして本当にですねありがとうございました。一緒に楽しんでいただけたなら、ああ、よかった。全員クリアおめでとう。頑張ったね。今までプレイしてくれて、ありがとう。ということで、ひなちゃん、最後にひなちゃんの果たしだ。おー、やった。というわけで、この辺で、ありがとうございました。